皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は日本大学三島高等学校についてお話しします。先週10月20日の水曜日、日本大学三島高等学校の説明会、リモートと対面同時、こういう形で開催されました。私はリモートで参加したんです。対面の人たちは手元にこの説明会の資料あったんですけれど、リモートの私たちはこの説明会が終わった後で資料を郵送するという形になっていました。このため手元に資料がないまま説明会受けたんですけれど、必要なことはメモしてくださいというお話があったんですけど、やはり資料なしで説明を聞くというのはちょっとわからない部分出てきてしまうんですよね。ですからこれからもしリモートで説明会をする学校さんありましたら、ぜひ資料は説明会の前に送ってください。お願いします。では日本大学三島高等学校、前半はまずコースの説明、後半は入試についてで、入試の面接でどんなところを見るのかというお話があったので、その部分についてお話しします。まずコースですね。特別選抜コースというのがあります。このコースは国公立大学と、日本大学と難関私大への、進学、これが目標のコースです。このコースでは日大が取り組む最先端の研究、これを体験することができるということです。日大総合進学コース、このコースは基本的に日本大学、日大への進学、これが目標になります。もちろん他の大学へ進学する生徒もいるそうですけど、基本は日大へ進学ということだそうです。で、高校在学中に日大、大学の方の授業、これを受けることが可能で、ここで受けた授業は大学卒業時に単位として認定されると、こういう形になっています。3つ目のコースはグローバル探究コース、これは長期留学、長期留学ってどのくらいかというと3ヶ月以上で1年以内だそうですけれど、これを必須として日大とか海外を含む他の大学、ここへの進学が目標になっています。これ留学すると日本で勉強していない分だけ進学するのに不利になってしまいますよね。このためにこの留学中の、勉強を補う受験科目特攻という補講のようなものがあります。4つ目はアスリート探究コース、これは競技スポーツを継続して日大または他の大学への進学を目指すコース、こうなっています。ここでは競技スポーツ、これを継続するのに必要なスキルなどを身につける、そういう勉強をするそうです。では、受験の方に移ります。入試の日程と内容に移ります。まず学力検査、これは令和4年の2月1日の火曜日です。科目は5科目です。国語、英語、数学、理科、社会、基本的にはマークシート方式なんですけれど、皆さん普段マークシートで答えるというのに慣れていないと思うので、ぜひ日大三島受験する生徒、マークシートの練習をしておくといいと思います。ただし記述問題が入っています。それは国語と英語、これには記述問題入っているんですね。この記述問題どこを見るか、実は表現力を見るために記述問題を入れてあるとおっしゃっていました。そして翌日、令和4年の2月2日の水曜日、これは面接の日です。面接は集団面接になります。公立の先生の話を聞いた時ですね、公立の先生は面接でそんなに差がつくことはないと、面接で落ちることはほとんどないですよと。なぜならもう中学校の先生が面接の練習を何度も何度もしてきているので差がつかない、だから面接で探すことはないんですよとおっしゃっていたんですけれど、日大ここでは
こういう部分を見るよとはっきりおっしゃっていました。グループ面接の中で自分の考えをまとめる力があるかどうか、そして相手の意見を聞く力とそれを判断する力、これがあるかどうか、さらに自分の意見を伝える力、こういう部分を見るそうです。なかなかこういう力っていうのは普段の生活の中でどうやったらつくかって意識しないとやはりつかないんですよね。ですからこれから入試までの間にこういう力、考えをまとめる力、相手の話を聞いてそれを判断する力、自分の意見を伝える、そういう部分を意識した部分、普段の生活の中に入れておくといいと思います。今回は日本大学三島高等学校についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。